めっちゃ痛い。こんにちは。そこが電波強いんですか？知らない知らない三つ編みありがとう。いい感じ。あれ、いつもの場所じゃなさそう。いつもの場所、いつもの場所って分からんけど、パリを県外つらいよな。もういい、そのくだりもういい両選抜の子はあっちにいる。お弁当はなんかいろいろあって、私はなんかすき焼き弁当みたいなしました。こんにちは。カニ弁当ね、ないんですよ。悲しい、悲しいです。お弁当がなくて。ケツ何配信しとるねん。みんな頑張ってますから応援してあげてください。みんなね、今日スタバ行ったんだけど新作飲まなかったなんかそのメロンメンタルじゃなくてやめました。みんな映してあげて。みんな映せないよ。映せない、まず向こう側にいるから映せないこんにちは。そう、メロンメンタルじゃなかった。今日劇場入る、イエーイ、楽しみにしてます。今日のまつげはギャル系ですか？え、いつも一緒です。いつも毎日毎日このまつげ。メロンメンタルって何さ。え、メロンメンタルって、え、岩使わない？なんかなんとかメンタルだわみたいな。今日焼肉メンタルだわとか。え、使わない？私だけ？え、周り使うよ。それはもう時代に乗れてないな、みんなみんなそれ時代に乗れてないな。たまにはロビーから配信してほしい。ダメです、ダメダメ、怒られる怒られる、怒られます。こんにちは。遅れられるかやってみよう。うん、ダメダメです。今から家を出て劇場へ向かいます。お、気をつけて、お待ちしております。ファンの人を隠し撮りしよう、ショールームしながら深井様です。まずロビーに出たら怒られますまずそもそも。私が怒られてるところ見たいな。どんなどんひどいな。なんて怒られるか。ダメですって言われそう。戻ってくださいって言われると思う。
マクドで買い物チャレンジ。もうマック入るちょっとキャパはないです、その中に。こんにちは。あ、そう、トーク会、握手会がの4時販売が今日から始まりました。はい、皆さんぜひ、なんかゲットできてないよって方とか、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。あとあれか、オンライン特典会も今まだ買えるよね。オンライン特典会はいつまでなんだろう。オンライン特典会も今ゲットできますので、皆さんよろしくお願いいたします。オンラインサイン会は今日まで。あ、今日までなの。ありがとう、みんな今日までです。ぜひ、あ、そう、先着順ですので、皆さんぜひ決済し忘れないようにしてね。あと決済し忘れないでね。そう、めっちゃ照明がね、照明確認してるので、ほら、めちゃ当たる。眩しくない、今のところは大丈夫です。決済をされたこと何回もあります。え、それは気をつけてみんな。またキラキラ。劇場です、劇場です。こんにちは。ステージ上で照明眩しかったりはしないかな。慣れってのもあんのかな。でも、まあ基本眩しくないかな。ビフタンメンおごるのでサインください。どういうこと、どういうこと。ぜひオンラインサイン会をゲットしてね。オンラインサイン受付中なので、ぜひ。緊張してますか。毎日が緊張です。もう毎日が緊張です。今日なんかおとなしいですね。そんなバレないよ、そんなバレないから。牛タンメンはいつも1、2とかです。あんま辛くしない。生誕ラッシュ落ち着いたらまた来に行きます。まあでもそうだよね。はい、そうですね、どんどん続きますね。次はゆっぴおしりんさんってなんのかな。ルガティン
手なのかな。あ、ゆきさんもか。あ、そっか、おしんさんの次がゆきさんになるのか。うん、あ、おしんさんの次じゃって言ったで今、おしんさんの前、あ、おしんさんの次、あ、乗ってるか。そう、誰かが、あ、会いに行ったんですね。有田の叫び声が、やばい、目があった。有田、来た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 、なんか来た、なんか来た。なんか来ました。やっほー、口の色ないからやばい、何も塗ってない。なんか来たってない。ね、配信してんの。配信してます。えらいね。こんにちは。かわいいよ、エリ。やった。今日フィギュアスケート。フィギュアスケート。やめて、フィギュアスケート。かわいい。いいじゃん。かわいいって。帽子かぶれるぞ。かぶれた。下だ。うん、まあ、いけるか。味噌汁の人って言われてるよ。おもろ。なんで？わからん。なんで？味噌汁が好きだからじゃない。あ、違うよ。あやめらに味噌汁がおもらせたって話をしたんや。あ、だから何それ。こんにちは、元気ですか皆さん。マリアやばいです、今日歌えません。歌ってください。マジでもう体調不良だし、歌ってください。死ぬ。歌ってください。頑張って。マジで無理、今日マジで無理。目開いてないし。花粉今日すごいんかな。黄砂とかじゃない？花粉。絶対黄砂アレルギーやろ。やばい、息できない。助けて。多分黄砂。マジやばい。なんだこれ。でも劇場来るといつもこうなる。いつもくしゃみ止まらんよな。汚いかもしれん。やめな。そういうこと言わないで。綺麗だから。掃除してからちゃんと。掃除して帰ってお願い。掃除して帰ってるから、うちら。ファンの人。あ、楽屋はね。ファンの人こう掃除して。事情も掃除してますから。やばい。ね。うん。愛理の歌声好きだって。ありがとう。なんかもかわいそう。劇場ちょっと完成してるのかな、もうわかんない。メンバーいると話す、謝る。だってメンバーいるとあんた喋ってないの。だってさ、何喋るの。え、違う違う、そういうことじゃない。毎日もえ、どういうこと。え、ネタなくなっとるやん。そうやって、その喋ることないし、頭回らんで。そんな私踊れんくなるで。アリタにギフタメンおごってあげて。アイリ来ないもん、岐阜に。遠いよ。アイリ岐阜来ないもん。遠いもん。来てくんないんだもん。岐阜ない、なんもないや。はぁ。あるから。本当に来てくれたら全然連れてくよ。なんてこと。すいません。アイリたんに岐阜弁バリバリやな。岐阜の急に岐阜弁。え、嘘。人間に怒られちゃう。岐阜はでも空気綺麗だもんね。そうよ。あそこ行きたい。どこどこ。湯布院。湯布院？あ、また違う。湯布院って何？どこ？違うわ。湯布院多いかも。ちょっと待って、怖い怖い。あ、テロップ出た。ありがとう。やっぱ多いな。大分だよね。やめて。間違えちゃった。びっくりしちゃうわ。どこやねん。ゲロ温泉あるとこ。あ、ゲロ温泉あるとこ。ゲロやん。ゲロ温泉行きたいの。え、違う、なんだっけ。ゲロ温泉あるってこと。何、なんかさ、410円ありがとう。食べ歩きスポットみたいな、ないあるとか。何、飛騨高山。食品サンプルとか作れる。あ、飛騨高山。高山や。行きたい。遠い。
遠い。車名古屋から行ったら遠いで。だから岐阜行くから、岐阜行ったら車。いや岐阜駅からでも遠いから。岐阜駅からも遠い。そこは一回行ったことあるんです、ちっちゃい時。そうやったら電車で行こう。電車の方がいいね。電車、うん、飛騨、ね、飛騨っていう電車があるから、うん、飛騨号で行けば。そんなね、楽しかった。そこで、うん、意味もわかんねえ、絶対使わねえろうそく買った。最悪、ダメなの。え、今はどこにあるのそれ。わからん。なんかちっちゃい、なんかさ、ケーキ型になってるろうそくとかある。あー、そういうことね。スイーツになってるろうそく買って、うん、あとなんかこういう丸いビー玉みたいな綺麗なやつ、うん、絶対いらねえのに当時は欲しかった。やば。あ、そうだね、食品サンプルだと郡上だわ。あ、そう、それ。そうやん、だってあの郡上、あれやん、チリさんのさやつ行ったやん。あれ郡上じゃないよ、そこ間違えた。あ、違う、間違えた、それあれだ。あれじゃない、あれチリさんの時で郡上じゃなかったっけ。違う、あれか、ロケか、結びの一番かなんかで行ったのか、郡上は。間違えたわ。楽しかったね。そこで、下呂温泉、その後行こうとなって、行ったんだけど、たぶんあれ、下呂温泉じゃない。あ下呂温泉だと思って、どこ行ったん？行ったけど、たぶん違う温泉だね、ただの。郡上踊り行こう。郡上踊りね、意外と難しいんだよ。でも、あれ、あれ好きだよ。鮎のつかみ取り。あー。難しいけど行っとったよ。任せで、任せで、すごい行きたい。あゆ取れなそう。取れないわよ、下手くそだと思う。もうなんかもう触れなそう。触れる？やっぱそうだよね、チュイさんの時郡上だったよね。めっちゃ覚えとる。どこだ？違う、あれよ、チュイさんと K2 でロケしてん、郡上で。覚えとらん？覚えとるよ。その時に食品サンプルのお土産買ったもん。でもあそこじゃないもん。そこじゃないってことね。違うかも、うん、らしいです。郡上に、郡上行きたいってことじゃ。行きたい、なんか旅行行きたい。いいね。遠出したくない？北海道とか行きたい。北海道行きたい、だから絶対できるやん。でも行くか分かんないそうだよ行くかは分かりません。わかんないよ。行くかは分かりません。あ、福岡リベンジしないよ。やめ、なんでやめてやめてリベンジしないよ。ちょっと緊張しちゃうわ福岡あのジップのステージ立ってないから結局早く、ね、だってリハのにね、だからリハする前だったもんね、あれ。じゃあのんきに全然 TikTok そそうだよね、本当にやばいからのんきに TikTok 撮んなよ。次の日になりました。うん、あやめろ金ももらいました。あやめろ金やめな。で、福岡行きたいな。福岡ね、いいよね、美味しいものもあるし。あゆさん、福岡の地入ってんやで。出演できず帰ってきた。ただなんか観光したみたいな、一日ちょっと観光したやつみたいになってるだけだから。ま、ということでここまでにしたいと思います。終わるね。なんか喋った今日。喋りましたよ、喋りました。喋ってください。はい、ね、ということで皆さんありがとうございました。アイリタンは消えました。早速みんなありがとう。それでは今日はね、ゆずさんの生誕祭ですので、劇場で会う方は劇場で、そして、配信を見る方は画面越しでお会いしましょう。バイバーイ。